どうもザインキングオールのヨーマです。今日は動画第2弾ということで、イントゥアナザーワールドというアルバムに収録されているナウアットを解説していこうと思います。今回はですね、この最近完成したばかりのドラゴンフライのニューモデル、マローン648を使って、解説していきます。このギターの特徴は、何といってもこのホローボディですね。で、ピックアップは以前と同じ P90 タイプ3発を搭載しています。まずこの曲なんですけど、メインリフト、ギターソロの2点をかっこよく弾ければもうほぼできたようなものなので、その2点をこれから詳しく解説していきます。ではまずメインリフ聴いてください。はい、でメインリフはこんな感じなんですけども、このリフはそうですね、ミュートをするとことしないとこと、あとはハンマリングとプリングが結構入ってたり、あとは音をしっかり切ったり切る場所があるので、そこをしっかり抑えられればかっこよく弾けると思います。ここもミュートするとことしないとこがあったり、でその後がっていう、ここが、ハンマリングプリングですね。開放弦を使ったハンマリングとプリングになってますっていうところですね。で、あとはで、こう音を切るとこがあるんで、ここがこの3弦と4弦を使って弾いてます。なのでここをしっかりできればかっこよく弾けると思います。はい、では続いてはギターソロです。はい、ソロはこんな感じになってます。この曲のソロは別に特に速いわけではないのでコピーはしやすいかと思うんですけど、1弦で下ってくるところがっていうところがここを、しっかり音を一つずつ切ってミュートしてまた弾くっていう感じになってます。で、その後最後が、こんな感じです。ここはスライドを使っていて、こう滑らかに弾けるといいと思います。という感じでこの曲は、まあ、この2つをしっかり弾ければいいと思うので、皆さんもぜひコピーしてみてください。ありがとうございました。ザ・ミキングオールのヨーマでした。